もうあれ漫才かなと思ってんけど、絶対に覚えとかなあかん救命方法を教えるな。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回なんですけども、また衝撃的な実力を持ってきたんですけども、これ実際どうなんだろうと思って、ちょっと悩みどころがあった映像なので、まずはこちらをご覧ください。はい、はい、今見ていただいたんですけども、これ正しいんじゃねえのかと僕思ったんですよ。まあ、一瞬ですけども、心臓マッサージと、まあ、適度な刺激というか、パンパンやっても逆にその心臓マッサージと人工呼吸だけじゃ足りねえんじゃねえみたいな、まあ、素人目線ではあるんですけど、痛みっていうんですかね、適度な刺激あった方が正しいんじゃねえのかなって思ったんですけど、実際どうなのかっていうところやな。そうです、それを聞きたかったんで持ってきたんです。あれまず消防士がするかしないかで言うと、しない。あ、しない。ただ俺もあれは見たことあるっていうまず回答な、どこで見たことあるかというと病院けどやで。 JCS が3桁っていうな表現があんねんけど、もう意識もない、呼びかけ反応もないって、けどそういう人でもさ、まあ、頑張れとか呼びかけるわけやんか、それでもさ、声で分かる人とこういうバンバンってやって、これ刺激、痛み刺激、こういう痛み刺激を加えて分かる人とかもおんねん、気づく人もおんねん、で痛み刺激を例えばつねるっていう痛み刺激昔やってたっていうのがあんねんけど、つねるをやってしまうと跡が残るから、つねるのはダメだよ痛み刺激みたいな言われるようになってんけど、つねったらどう、この辺バッとつねったら痛いやろ。 痛かったら人間どうなるか分かる、こう払いのけんの、あとは、胸の部分をグリグリ回すね。痛そう、グリグリ回すとどうなる、人間痛いってなる、これ痛み刺激に反応があるってことやね、だから顔面をバコーみたいな、なんかもうパワハラみたいな現場やったけど俺からしたら、パワハラみたいな起こし方はあれはさすがにないけど、強すぎけど原理とすると分かる。そうです、呼びかけ反応を、痛み刺激を加えた呼びかけ反応を見てるっていうことやね、でじゃあ何がまずいのっていうと、頭を殴るっていうことがまずいわけ。頭をなんでやねんくらいバコーンって言ってたやん、ドン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 バーンって。もうあれ漫才かなと思ってんけど、ちょっと漫才チックなとこありましたけど、 あれやん、あれ多分3回連続ぐらい通しで見てみ、多分なんか漫才に見えてくると思うねん。現代の本じゃそれ入れてないのかっていうと入れてんねん。あ、入れてる。それどこで入れてるかっていうと、どこやと思う、肩とか。どのタイミングで入れるの？あ、そう、タイミング、心臓マッサージ30回やりました。30回やりました。はい。やって、パーンで、パーンって肩を叩いて、叩いて、人工呼吸するの。28、29、30、パーン。俺やってんの見たことある？それ俺今まで嘘ついてたみたいになるやん。まあ、けどほんまにこれを理解してない人がかなり多いね。でこの動画って実は面白動画とかなんかいやおかしいやろみたいな感じで思う方多いけど、ほとんどの人が忘れてしまうね。だから絶対に覚えとかなあかん救命方法を教えるな。じゃあどこで痛み刺激を入れるのかっていうのをもう一度おさらいすんで。はい。マジで大事やねん。はい。あのアイムが寝ててさ、アイムって言ったら起きるよな。はい、けど意識なくなってて、あやむって言っても起きひんよ。じゃあ痛み刺激を加えなあかんねん。でほんまにあやむめちゃくちゃ熟睡するタイプやんか、意識飛んだぐらい寝るやんか、あやむって言ってもならへんやんか、起きれないです。いつも俺が「おいあやむ起きろよ」って肩バーンってしたらさ、すいませんみたいななってるやんか。たまに昼寝した時はそう、そうあれも立派な痛み刺激やねん。だから救命講習で教えるとすると必ず重要なところを教えるで、まず倒れてる人見かけたら周囲の安全確認して、で近づきます、で大丈夫ですかって声かけるやんか、イメージあるよな。まず声をかける、何も応答なかった、次肩を叩いて大丈夫ですかってやってたと思うね。あ、確かに、これよく見るかも。そう、よく見るやろ、大丈夫ですか、大丈夫ですかってやるね。これが大事やねん。これがさっきのの現代版。なるほどね、もうやる前、確認の次の段階でってことですね。そう、これを昔とかはそれでも大丈夫だって声かけても反応がないと昔って言い方してしまったけど、まあ、実際ねやっぱ40、50、60ぐらいのベテランの救命士さんとかもグリグリして起きろよみたいな感じでやるっていうケースもあるっちゃあるね。多分それはね今働いてる消防士やったらあるあるとか思うと思うんだけど、けどそれって後とか残るから推奨はされてないね。けど、めちゃくちゃ目障りやすいね。あ、じゃあ一回、あやめて。いくで、痛み刺激すんの。あ、痛い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 
そう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 。これ今10段階のレベルのうち1、2ぐらいやね。それを寝てる人に8ぐらいやるから、そら痛くてもこれ痛えわ。スーってなるやろ。痛かったです。だからあ、ちゃんと痛み刺激で反応ありってなんね、うん。痛み刺激で反応がなかったら、それこそ心肺停止の状態が極めて高い状態。なるほど。そう。だから痛み刺激ってかなり重要。うん、で痛み刺激っていうのを、まあ、普通の人にこれグリグリして今は推奨されてないから、はい、肩を叩いて痛み刺激がなければ SOS を呼ぶと、うん、じゃあ倒れてる人にかけたら SOS や、ここに誰が倒れてるから助けてくれって言って、はいはいはい、で黒色の宿毛を当てたばっかりのそこのイケメンのあなたはい、で AD を用意してくださいそんな結構具体的に言う、めちゃくちゃ具体的に言わなかった。そうですか。もうこれ笑い事でこういう救命講師とかでもよく言ったりすんねんけど、はい、パンチパーマをかけたそこのあなたとかね、それを言ってね爆笑とかなんねんけどそうやって言って特定してあげる、はい、誰か助けてって言ったら絶対ダメ、誰か助けに来てって言っても、誰か AD 持ってきて言うても誰も動かない、日本人を出して名指しですね。そう、宿毛当てたばかりのそこの黒色の服のかっこいいあなたと、ありがとうございますってなりながらまあけどそうやって特典を言ってあげて AD 持ってきて一時期の手配で、その次に呼吸脈拍の確認するな、うん、じゃあどこで呼吸脈拍の確認するのっていうと、はい、胸の動きやお腹の動きやね、 IM が生きてるのかどうかってお腹を見たら動くから絶対分かんねん。そうですね。これ冬場やったら分かりづらいから手を当ててあげるとめちゃくちゃ分かりやすいよっていう救命の知識と、うん、で脈も呼吸もしてないってなった時には、うん、直ちに心臓マッサージですね。そう、胸骨圧迫心臓マッサージをやってくださいと。はい、ちょっと一つ物申したいっていうか、ちょっと違和感を感じてること言っていい？はい。俺さ、一回医療実習みたいなのが行ったことあって、はい、つい最近ね、そこで救命講習を受けなあかんかって、もう一回。体調が。うん。まあまあ、体調って隠してるからこんな感じで。行って、じゃあ、現役看護師の人が教えてくれてるんだよ、うん。もうベテランの50歳超えてるんかなぐらいの看護師、うん。で、その人がもうね、やっぱ看護師の方はすごいから、医療とかに対してはね、しっかり聞いとってんけど、胸骨圧迫って、1分間にどれぐらいしなあかんか分かる？100回から120回ぐらいをしようね。でこれ100回から120回してってテンポ言ってさ、はい、よく消防士がなんかこうやって言うねんけど、分からんやん、そんなんどれぐらいのペースやねと。まあ分かんないですよ、ね、分かる方法あんねん。おお、何ですか？アンパンマンマーチ。アンパンマンマーチ、うん、アンパンマーチの歌のテンポでやるんですか？そう、あれは100回から120回に合うようになってね。でもしもし亀よ亀さんよっていう歌もあるやろ。100回から120回っていうペースやねん。はい、あとはパチンコする人とかやったら出る球の速度とかも100回ぐらいのペース、ペン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 みたいな。すごっ、そういうのもある。そう、そういうのもあるから、それぐらいを自分を冷静にするためにも、俺は実際の胸骨圧迫ってもうほんまに CPA になってるから、心肺停止になってるから、うん、いや焦っちゃうねんけど、焦っちゃうから速くなっちゃうねん、はい、速くなるとしっかり奥まで届かなかったり、速すぎても意味ないから、はい、俺はもしもしかめよって、あ、心の中で歌いながら。体調はもしもし亀を3派なんですね。亀さん派やった俺。亀さん派、うん、だからまずこれをしなあかんけど、俺が受けた看護師のやつは研修ね、はい、ほんまに持ってない。これな、実際研修俺と一緒に受けた人やったら感じてると思う、はい、いくで。ほんま笑い事ちゃうでこれ。言っちゃいます。あ、ほんまにそんな早い。そんな早い。あ、そうって思って、けどこの人だけじゃなくて看護師早いんじゃないっていう感覚は確かにあんねん俺の中で。あ、そうです。看護師と交代交代で胸骨圧迫をするっていうのもあんねんな、実際現場で。あ、現場で。現場であんねん、はい、その病院に俺らを運びます、うん、で医師との引き継ぎとか、医師が薬剤投与とかなんか看護師と一緒にオペの準備したりとかする間も胸骨圧迫をずっと救急隊がやるから、うん、で変わりますよみたいな感じで やったりするんだけど、その方はもう50歳でベテランなはずなのに、そもそも押し方こうやし、まあこうでいいねんけど、女性やで、女性でこれで力入るんかなっていうところの疑問まず。確かにね。でほんでこのでちなみに、その医療研修みたいなのって参加人数が20人ぐらいおってんけど、そのうちの3人ぐらい、俺を除く3人は「先生こんな早いんですか？」みたいなのをやっぱ受けてるから、他のところでも。そうっすよね。先生は「これぐらい早くしなあかん」みたいなの言ってんねんけど、うーん、
って思って、まあ俺は絶対やらんかったんやけどな。普通に俺は申し勘ねえよってやってんけど、これが違ったら俺の消防現場の経験が違うってことになるから、それはあかんと思って。そうですね。一番社会復帰してもらいたいためにやることやんか。うん、はい。だから、しっかりと押せるとか、しっかりと店舗を守るっていうことが大事やと思うから、はい。あんなペースで、救急隊の平均到着時間って約10分って言ってるやろ。はい。まあ、今は 8.9 分っていうデータが出てるけど、まあ9分10分ぐらいかかるわけよ。30分もかかるときもあんねん、交通渋滞とかね。大規模災害って2時間ぐらいかかるときあんねん、普通に。そんなん、こんなペースで誰ができんねんって話やん。うん、だから、しかも、こんな手だけ使ってさ、しっかりとここをさ、パーにして、上に手をかぶせて、ギュッてやったら首相規模が出るわけよ。うん、その首相規模が出たときに、体重を持って押すんよ。体重を持って押す。これをやらないと、そもそも持たへん。手だけとかあんなペースあれってたらもうなんか頭もう自分が麻痺なのよ、こんなになってる。いやほんまになってね。その先生はワンセットしかしてないけど、あの先生に俺20セットやってくださいって言ったら絶対できてない、あんなペース。うん、けどそれを普通に教えてたからと思ったけど、まあ俺が主催側ちゃうからそこはなんとも言わず、ちゃんとけどね、うん、でもそれがはびこってる。しかもそれが素人の方に教えられたらこうだと思うんですけどって言えたけど、看護師のしっかり免許を持った看護師の方からの研修やったから、うん、わーとか思いながらもちょっとまずいですよね。いやけど実際どうなんやろなっていう、看護師早いんじゃないって感じたことある人おるんじゃないっていう消防士でなコメントまで聞きたいほんでなんでそれを感じるかというと、消防士って毎日胸骨圧迫の練習しなあかんねん、救急救命士の方と一緒にね。当たり前にもう毎日死と触れる可能性があるから、はい、下手くそやったらあかんわけよ。そうですね。だからお前早いってひたすら言われんねん、うん、やっぱ素人で新人やとへっってやってしまうから、まあ、焦りますもんね。焦るから、うん、もっと落ち着けよ、テンポ大切にしろみたいな、はい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 って言われるわけよ、うん、だからもう染みつくねん、嫌でも。なるほど、ね。お前歌ってんのかって、なんか、メトロノームのこれちゃんと合わしてんのかとか言われんねん。そので、AED でも AED 開けたら、ペッ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 って音鳴ってない。鳴ってます。AED。あれも胸骨圧迫のテンポや。AED のテンポが、ペッペッペッなんか言ってるわけないや。あ、そこで合わせてる。そう、合わせてくる。だから、それを知らん人が多いんじゃないかなっていう。まあ明らかその練習量が少ないんで、もしかしてその看護師の方はずっと現場には出てないかもしれないな。その研修側として研修側として教える方の立場でちょっと間違った感じが、うん、間違ったかどうかは分からへんね。それでも助けれる人がおるけど、それを救命講習みたいなんでするのは違うかなっていうのはすごい感じだけど、うん、あのまあ俺もお金払って行ったから、まあまあまあ仕方ないなとか思いながらもはい、ということで今回の動画は以上となります。助かる命を助けるために。